皆さんこんにちは、おけんです。またまたあいつがやってきました。私の同級生国森くんがやってきました。どうぞ国森くん。どうも皆さんこんにちは、船乗りテニスプレーヤーこと国です。以前は、小野健にボコボコにやられましたが、今回は小野健をボコボコにすべく私のホームコートである太平洋の壁打ちにおいて鍛えてきました。パシフィックオーシャン壁打ちのショットを解くところある。何を言ってるかさっぱりわかりませんが、彼はですね、本業の方がですね、船乗りさんで、船乗り中にもですね、甲板で壁打ちをしたりして研鑽しているそうです。リベンジをしっかり受けて立とうと思います。では早速行きましょう。どうぞ。
ブレイクして息の根を止めたいですね。スコア、この点から6-4で勝利です。真面目に解説するとキープキープまではこちらも想定内というか、いつかブレイクできたらいいなぐらいの心持ちというかでやってはいたんですけど、途中でブレイクできました。まあ、そこから序盤と同じくまたどこかでブレイクできたらいいなっていうところではあったんですけど、1ゲーム目でチャンスを取りに
行こうとしたんですけども、ミスがちょっと重なってしまった。1本目のリターンラッシュの後のハイボールのもったいないミスをしてしまったので、あそこでしっかりとしたプレーができると、6-2でいけてたりしたのかなとは思ったり、あとは 5-3 のゲームでブレイクされたのは油断もあるんですけども、国森選手が3球のポイントで結構強めのリターンを打って、さらにそれをドライブボレーできたと。そこで国森選手も多分ブレイクをしにちょっとギアを上げたところだと思うんですけど、それがその次のポイント、僕から 30-40 のポイントでやっぱりこっちがちょっと弱気になってしまったというか、まあ、フォースエラーになってしまった。次のゲームでもその弱気を引きずってしまうところですが、まあ、僕はそれは、絶対に避けたいと思ったので、リターンから強気で、いくような感じでやってブレイクに成功して6-4というような流れでしたね。はい、また今井君リベンジお待ちしておりますので、また太平洋で腕を磨いてください。太平洋のアルナミで鍛えていきます。では今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。